14時30分を回りました未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけこの番組はやりたいことにひたむきに頑張っている素敵な大人の方をインタビューする応援番組ですお相手はラジオパーソナリティの直さんですこの番組は「ギノワンヒルズ FM ギノワン海の見える素敵なスタジオ」からではなく「 サザンオールスターズの生まれた町神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております同じ海つながりでねお届けしております15時までの放送となっています皆様最後までお付き合いください さてこの番組はですねどういうコンセプトでやっているかというとですね最初にもお話しした通りですね大人になってもあの頑張っているいろんなことに向けて頑張っている大人チャレンジをしている素敵な大人の人をインタビューするというねラジオ番組になっていますえ私自身もですねこの後ろの壁紙のようにですねまだや,やりたいことがとってもいっぱいあるんですけれども、まあ、そういった自分の応援もしてもらいたいんだけれどもまずはいろんな方のねあの のお話を聞いて、まあ、皆さんにも参考にしていただきたいなっていうそんなところもありますで私自身もう一つの顔としてはですねお金のかかりつけ医というねそういった側面もあります、えー、夢とお金ってとってもつながりがあると思うんですよねややっぱやりたいことを につなげるのにやっぱお金ってとっても大事でそこは避けて通れないっていうところがありますのでそのあたりもねあの皆さんのサポートとしてもう一面としてお金のご相談にも載っておりますまあ、このような私なんですけれどもこの番組ではですね、えー、皆さんの大人になってから頑張ってるっていうね夢を応援しておりますこの番組はですねメッセージを募集していますメールアドレスは797アットマーク FM ギノワンドットコム七九七アットマーク FM ギノワンドットコムです。FM ギノワンのホームページや YouTube でもネット配信をしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてスマートフォンのアプリからはですね、リッスンラジオとかマイチューンレイディオからも配信聞くことができますのでね、ぜひこちらの方からも登録お願いいたします。それでは早速ねゲストトーク参りましょう。 未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ。ここからは大人チャレンジをしている素敵な方を紹介いたします。ゲストコーナーです。本日のゲストは心理カウンセラーの植田ひとみさんです。ひとみさん、こんにちは。こんにちは。よろ,よろしくお願いします。ね、後ろのね、あの、壁紙になっているところに <laughs> とっても、あの、インパクトのある え文字が書いてありますね。そうですね, <laughs> ね。生活保護から1ヶ月で月収200万を達成。そして、二度自殺未遂したのに楽しいしかない人生になった心理カウンセラー。そして、講演家とね、書いてありますね。はい。まあ、何をやっているのかなって皆さんも興味津々だと思うんですけど、まずはですね、簡単に自己紹介お願いできますかはい。 私は神奈川県川崎市に住んでいる心理カウンセラー講演家です。ええー、そうですね、壮絶な人生を歩んできたんですけども、今は楽しいしかない人生になったカウンセラーです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、あのね、ええー、まあ生活保護からとかいろいろ書いてますけれども、うんうん、ちょっとあの突っ込んだ聞きにくいかもしれないけど、<ー>聞いちゃってもいいのかしら。全然どうぞ。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> ねあの、心理カウンセラーになったきっかけってどういうことだったんですかえっと、私8階、8回精神病院に入院してるんですけど、はい、あの、アルコール依存症とか、はい、あるとあらゆる依存症になった果てに、はい、あの、心理療法をいろいろやってきたんですね。心理療法。 そう、自分の人生全部書き出して、人に話すとか、やってきたんですけど、あの、それでもちょっと楽にならないっていうことが続いて、で、その時に、たまたま人からもらった本が、うん、あの、心や仁之助さんの本で、で、それを読んだ時にすごい衝撃を受けて、うん、私のことを書いてると思って、で、読み進めていき、そこで初めてカウンセラーっていうものと出会ったんですね。はい。 で、それであの、オープンカウンセリングというのをやっていたので、カウンセリングを初めて受けに行った時に、なんか、あの、自分に対して頑張ったねっていう言葉が出てこなくて、もう頑張ったし、もう頑張らないでいけるんだって決めたのにもかかわらず出てこなくて、つまり私はまだ全然頑張ってないって思っていたし、もっと頑張んなきゃいけないって思っていたから、出なかったんですよ。 その時に号泣して、うん、カウンセリングってすごいと思って、うん、そこからカウンセラーになりたいっていうのが出てきて、うん、まあ生活保護受給中ではあったんですけども、あの、お金を貯めてカウンセラーになろうと決めたんですね。それが5年前ぐらい、5、6年前なんですけど。5年前。うん。でもうそれまでは頑張っても頑張ってもまだまだやらなきゃっていう、 そうですね。あの、本を読んでるだけであ、頑張らないで生きていくっていう方法があるんだっていうのを知って、やろうとはしたけれども、できないっていう感じだったんですね。うん、そう。その本と、そしてそのカウンセラーの方の、えー、つながりというか、そうきっかけだったんですね。う,ですねうん、うんえ。その後、どんなふうに変わったんですかその後、あの、まあ、福岡に住んでたんですけど、はい。 オンラインで出会った方と結婚して、で,で、と、そう、あの、東京に出てきて、はい、で、結婚生活続けながら、うん、で、違うところに、あの、なんだろう、あの、カウンセラーのもっと腕を上げたいということで、違う養成講座に行って、で、そこで学びながら、あの、クライアントさんに施術していったんですけど、そしたら、あの、生活保護受給中から一気に、 爆発的に売れ始めて、うん、で、生活保護から1ヶ月で200万達成して、生活保護をやめてっていう感じで、で、ずっと100万超えの、あの、年年月収があり続けたっていう感じだったんですね。うん、すごいですね。そうなんですよ。うん、でも、普通ね、皆さん真似しようと思ってもなかなか真似できないと思うんですけど、うん、ねやっぱその過去あった、 ことっていうのが、うん、やっぱトラウマになってたりとか、うん、そういうことっていうのはもうそのカウンセリングのあの勉強してからは一切なくなったんですかゼロではないですけども、うん、現実困らない程度に残っている状態で、うん、あの、トラウマがあったからといって、あの、生きにくくなるわけではないので、うん、それはまた別の話なので、うんうん、あの、 目の前の現実困っているところから掘り下げてトラウマを解消するっていうやり方なんですけどそうそう、トラウマがあってみんな人生辛くなるんであれば、なんかね、トラウマがあっても人生辛くなってない人もいるわけで、良い方向に好転する場合があるんですね。なのでその程度ぐらいしか残っていないっていう感じになったっていう感じですね。なんか共に生きていくというか、 そうですね。あの、講演家で、こう、私の人生を使って、全部赤裸々に話して、泣きながら話したりするんですけど、その時に思い出して泣くぐらいで、あの、そうやってなんか、トラウマ解消せずに、あの、 聞いてくださる方と一緒に、類活じゃないけども、泣きながら、感情を動かしてほしいので、うんうん、だからそのためにちょっと残してるっていう感じですね。うまく使ってるって感じね。そうなんですね。うん。あ、すごい。体当たりな感じですね。あ、もう体当たりですね。うんうん、もう私の使命なんで、うん、もう、全体力使って、全気力使って話したいと思ってます。うんうん、なるほど。で今、あの、こういう、 講演家としてももう活動はされてるんですかはい、してます。うん、あの、個人的にやってたんですけども、はいうん、今度から、あの、ちょっと企業の方と一緒にやるようになって、はいうん、そう、9月24日に100人集めようということで、うんはい、そうそう、あの、撮影スタジオから、<お>あの、配信が決まっていて、はい。で、今から、あの、無料なんですよ。うん。とにかく、聞いてほしい、知ってほしいっていうのって、あの、 今からいろんなところで告知させていただいたり、<ー>もう来てって、<laughs> とにかく一回聞いてみて、みたいな。いいですね、いいですね。うん、今日ね、ちょうどあのこの番組も皆さんのね、みさんのお役に立てると嬉しいなと思いますけれども。はい。はい。あの、もうちょっと掘り下げていろんなこと聞いてもいいですか あどうぞはい。えっとあの、このね、心理カウンセラーっていうお仕事を始めてから、あっという間にね、月収が、うん、あのついてきたっていうことで、うん、すごくなんかやったっていうところかもしれないんですけれども、中にはね、はい、大変だったこともあったんじゃないかなと思うんですけど。ああ、あのですね、はい、1>, 1回バンって売れて月収100万いう以上っていうのが何,何ヶ月も続いて、うん、だけども、うん あの、こん、私、行動するのが別に平気で、行動するので、人生変わるの早いんですよね、変化が。だけど、この、今度はその変化についていけなくて。自分がもう自分が。で、いい方向に変化しても、人はストレスなんですよね。悪い方向に変化するだけがストレスではなくて、もちろん、引っ越して、よりいいところに引っ越してもストレスですし、留学したとか、 転勤したとか、入社したでも、ストレスはストレスである。で、生活保護から月収200万もストレスなんですよ。いいねって言われるんですけど、あの変化は、人はもともと変化を嫌う生き物なので、これもかなりの変化だったので、かな、で、けあの、月収200万行って何ヶ月も100万達成し、あの生活保護を抜けるという変化もあって、 で、で、離婚もしたんですね。そう,すねそう。引っ越しもしたっていう、うん、もう、本当は一個ずつ変化した方が良かったものを、いっぺんにやっちゃったので、うん、一回も超絶受け取り拒否で、うん、あの、一回潰れてしまったんですよ。お仕事じゃなくて自自。あの、私自身が。そう。それで、あの、もう、カウンセリングも,もうしたくない、売れたくない、こもう変化も怖いってなって、うん、 てしまって一回もうどん底までどンと一回もう一度落ちたんですねあの落ちた時には過去のその精神病院に入院している時とか幼少期の時に比べたらマシとは思ったんですけどでもあの なんだろうその落差が激しければ激しいほど絶望するんだっていうことを知って、うん、上がった分、またすごい落差で落ちてるので、絶望に値する感覚があって差が,差がね。そう。もう一生私はもう世間には出ないのかもしれないっていうような、また死にたいとかいろんなものがこう、うん なんだよ、引き戻しというか、ものすごく、こう、引き戻された感覚になって、一年半ぐらい、もうずっと家の中にいたっていう、引きこもりカウンセラーじゃないけど、カウンセリングはできたんですけど、でも他のことは一切もう何もしたく、変化するのが怖いってなってしまって、はい、あれはもう本当にきつかったですね。しんどかったですね。 なんか一種のなんかフラッシュバックみたいな、そんな感覚ですかね。いや、フラッシュバックというよりもさっき言ったような落差の激しさが辛すぎて、うん、で、その時に、あの、絶望の中にはいたんですけど、うん、ちょっとだけ客観視できる自分もいて、うん、いろいろ学んできたおかげで、あのあ、人ってなんかこう絶望って、 するときって、何の光もないときに絶望するんだなって思ったんですよね。で、私みたいな人がうまくいってるっていう例があれば、それを目指してあの人みたいになりたいと思って追いかけていく。 って光だったりするんですけど、はい、そもそも私みたいな人が周りにいないっていうので、<laughs> ね、いないでしょうね。ねそう、どこをどうや、で、ねね、うまくいってる人はいっぱいいましたけど、<laughs> うん、やっぱりどこか違うっていう感覚、うんうん、あなたたちとはちょっと違うのよっていうのがありすぎて、うん、あ、これなんか希望がないなって思ったんですよね。うん いや、その時に絶望をするんだなって、絶望の中にいながらもそんなことを考えていて、だけど、あの、もがかないっていうのをやってたんですね。ああ、抗わないというか。そう、抗わない、そうですね。全て受け入れるというかう。そう、もうそのまま、あ,あ辛いっていう感じでやっていて、うん、そしたらいつか浮上するだろうと思いつつ、でも、本当にするのかなとか <laughs>、不安もありつつ、うんうん でも私のことだからいつかするだろうな、とか。で、2年、2年ぐらい経った時に浮上しだしたっていう感じですね。ね、はい、なんかきっかけがあったんですかその時には。きっかけは、まあ、このままじゃちょっと嫌だなっていうのがあって、ちょっと外に出るっていうことをもう一度やろうと思った時に、アルバイトしてみようかなと思ったんですよアルバイト。歯車をちょっと動かすというか、止まってしまった石を動かすためにも、と。 そしたら、動こうと思った瞬間に強制収入がかかって、ちょっとお恥ずかしいんですけど、あの、血栓ができて、字の血栓ができて、今度は動きたくても動けないという状況になったんですよ。でもそのおかげで、なんかこう、スピリチュアル的にお勉強をし始めて、で、あの、自覚になりやすい人は、内面のネガティブな感情を溜め込んでる人がなりやすいとか、 も,ものすごく思い当たる、あの、思い当たる節があったり、うん、あとはなんか、もう少し、宇宙を信じた方がいいでしょう、みたいなことを書いてあったので、はい、あ、もうすごい、もの、なんか、なんだ、思い当たると思って、うん、そこからもうちょっと、ちょっと、大きな何かを信じてみようっていう気持ちになったんですよ。うん、それから急に変わりだして、うん、そう、そこから一番大きな、なんか、精神的に私は親離れしてないな、 っていうことに気がついたんですね。うん、そうなんですね。そう。うん、私の人生不幸なのは全部親のせいっていうふうにしたいっていう自分がいて、はい。で、それを気がついたときに、うん、あの、まあ、今私が不幸なのも幸せなのも全部私の責任だって思った瞬間に私の筋が何だろう、スーッと通ったというか、うん あ私の人生初めて自分で、自分の家事をこう自分で握ったっていう感覚がしたんですよ。はいはい。あ、そっかって思って、今まではやっぱり親のせいにしてたんだとか、あんたたちの育て方が悪いとか、なんか幸せになると親を責められないっていう、責め、責めてる状態が親離れしなくて済むというか、感情がそこに生まれるので、やってたんだと。<laughs> で、ちょっと笑って、苦笑いして。 もうやめよ、と。えー、ようやく、本当に心の底から思えたんですよ。うなんす頭じゃなくて、うん。不落ちして。はいはい。それから急激に変わり出したという。そしたら今度は変化が怖くなくなったというか。で、その2年間の間に、その急激な変化を少しずつ消化してたみたいで。はい、あ、なるほど。うん。でも急激すぎたというか。 少しずつ少しずつ慣れていくっていうことをせずに、すごい変化だったので、うんうん、ゆっくり受け入れたっていう感じですね。そうですね。うん、あのー、今その講演家としての一面というのは、うん、やっぱそのあたりの体験っていうのも、うん、一緒にお伝えしたいな。そうですね。なるほど。いいですね、うん。本当に素敵というか、もうね、ご自身の人生を全て 皆さんに開示してそうですねっていうところですよね。なかなかできることじゃないですよね。<laughs> なんか私このすごく苦労した人生も、うん、もうあの皆さんに伝えるために経験すべきしてしたんだなっていう、うん、もう使命としか思えないというかもう使命だと思っているのでこれは伝えていく今からの先の人生は伝えていく人生。 もう本当に腑に落ちるというかだから一人でも多くの人に伝えていきたいしもう伝えていくっていう感じなんですね。なるんかあのではこれからはもっと、はい、もう講演家としてあの、ま、心理カウンセラーやりながら講演家としても、はいえー、これから活動をされて、はい、さらにさらに何をやりたいっていうその先みたいなのも考えていらっしゃるんですか その先は考えてなくて、講演家でやり続けるっていうことが、うん、あの、もう最大の目標で、夢でもあり、やる、やるって決めたことでもあるんですけど、はい、講演家の手前にテレビドラマ化されるとか、はい、本はもう今書いてるので出版化されるとか、うん、もしかしあの、最大といえば、なんか、某番組の、 某テレビ番組の朝の連ドラの,<ー>あの原作者になるっていう<ー>レア版おしんみたいな感じで。すごい。うん。本当一人でも多くの方にっていうの,をあの心を動かしたいっていう思ってます。確かにねあの、今の若い人って、うん、なんというかこう心をあまり動かすことが少ない気がします。 何て言うか現実を分かってしまって<ー>あまり将来に期待していないっていう <laughs>、うん、そういう人が多いんじゃないかなっていう気がしていて、うん、それをやっぱりその私たち大人がね、うんうん、いやまだまだいろんなことできるよっていうことを伝えるって 立場になって、うんうん、若い人にもそういうね、あの夢を目指せるような、まあ、そんな世界に、うん、社会にね、うん、なってってもらいたいなっていう思いはあるんですけど、うん、すごくだから、ひとみさんの活動って、本当、若い人にもたくさん聞いていただきたいですよね。確かに。うん、いや、素敵な、本当に。そうですね、うん。楽しみでしかないんですよね、今。 ね、うう来年の来年の今頃私どうなってるだろうとか,う確かにワクワクしちゃうというか、うん,うん、うん、いやいいです私もワクワクしてきました。嬉 <laughs> しいですよね。うん、実際のあの私もねセッションを受けさせていただいて、うん、あのすごいやっぱ涙出てきそうになりましたね。<laughs> なりまして、うん、いや本当にねうん。 本当はも,もっと掘りたかったんですけど。うん、<laughs> そうですね。うん。あの、今ね、あの、壁紙のところに体験セッションこちらっていうふうに書いてあるんですけど、これは、あの、この体験セッションどんなことを受けられるんですかこの体験セッションはだいたい90分から120分の、はい、その方に合った、あの、施術がいろいろあるので、その悩みに合った施術をさせていただくっていう感じで、根本的な解決を目指すので、はい オンラインでやるんですけども、そう、そうですね、なんか、現状困ったところから、原体験っていう元の体験のところ、本当の、あの、あの、問題のところを見させていただくっていう感じですね。うん、じゃあ、なんか、自分、まあ、今現状のお悩みがある方もそうでしょうし、うん、自分って何だろうみたいな、 うんうん、そんなふうに思ってる方とかも結構大丈夫そうですね。あとやりたいことがわからないとか、うんうん、これなんか気になるなとか、あうん、これなんかいつもこういうこと繰り返してるなっていう場合は、トラウマの可能性もあったりするので、うんうん、そういった分は消化できるというか、解決できます。はいうんうん、いいですね。うんはい、ぜひこの QR コードね、読み取っていただきたいですけれども、まあ、ラジオだけでね、耳で聞いている方に、 は、どのようにしたら、ひとみさんにつながることできますかあの、ネットで、心理カウンセラー、講演家、上田ひとみで探すと、あの、フェイスブックか、アメブロに、うん、がすぐヒットするので、そちらで探していただくと、はい、あ,あの、すぐ情報が出てきます。わかりました。えーとはい、心理カウンセラー、講演家、上田ひとみさんですね。はい。えっと、上田は、 上下の上に田んぼの田、そしてひらがなのひとみさんで、はい、ひとみさんです大丈夫ですね。うん、はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。あと、えっと、9月24日のその配信。はい。うん。こちらのことも、まあ、あの、Facebook かアメブロの方から。はい、載ってます。うん、うんえっと。9月24日の火曜日19時からオンラインで開催します。はい。はい これは有料ですかあ、無料です。あ、無料なんですね。そう、100人集めるぞっていう意気込みで。いいですね。ぜひぜひ、皆さん、お聞きの皆さん、これいい、すごいチャンスなのでね。<laughs> ぜひ。ぜひはい。9月24日の火曜日19時から。うん、はい。はい、オンラインで,でよろしくお願いします。 はい、ありがとうございます。もう、はい、ね、あっという間に時間になってきてしまったんですけれども、<う>あの、いつもこの番組ではですね、ゲストの皆さんにおすすめの曲をね、いただいていて、で、えーえー、今日はですね、佐野元春の約束の橋。はい、こちらの曲、なんか私懐かしい歌だなと思ってしまうんですけれども、<laughs> はい、これはあの、なんか、おすすめしていただいた理由とかありますいや、もう、 佐野元春さんも好きなんですけど、あの歌詞が好きで、なんかこう、なんか今までの君は間違いじゃないっていう、うんうん、で、これからの君も間違いじゃないっていうところが特に好きで、も、ま、う、あ、なんか自分への応援歌だと思って、たまにちょいちょい聴いているっていう感じなんですね。そう,すねそう、それを皆さんにもって、皆さん、私から皆さんの応援歌としても聴いていただきたいなと思って。うん、はい。 ありがとうございます。では、あの、佐野元春の約束の橋、えー、こちらの曲を聴きながらね、そろそろお別れの時刻となりました。えー、今日はですね、心理カウンセラー、講演家の上田瞳さんにお話ししていただきました。ありがとうございます。まで最後ね、えー、この番組、YouTube でもネット配信 しますので、番組放送終了後ですね、アップされますので、うん、ぜひこちらの方からも動画の方でね、はい、あの、上田み先生ってどういう人なのなんてね、ええー、思いながら、あの、YouTube の方も遊びに来ていただけたらと思います。では、また、ええー、土曜日の14時30分にお会いしましょう。大人チャレンジ、人生は夢だらけ。お相手はラジオパーソナリティのなおさんでした。ひとみさん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。